でさ顔に何かがついたらさもう本当に最強なんだけど、さすがにね。え、可愛いアバターとかもあるんですね。もう本当に素敵ですわ。ちゅ、ニシプーさん、ラックマ、ホリラックマ、黄色い鳥ありがとうございます。エリカさんも黄色い鳥ありがとうございます。あ、ホリラックマもありがとうございます。これホリラックマやっけ名前。待って待って、なんだっけ名前。ホリラックマで合ってるっけ。リラックマ、ホリラックマ、黄色い鳥やっけ。やば、危ね危ね、なんか変なドラマ見たまま閉じちゃったから、ドラマ再生されるとこやったわ。待って、ホリラックマやっけな。ゴリラ、ホリラックマ、え、ホリラックマってさ、このリボンなんかついとったっけ。あ、リボンはみんなついてるものなのか。たまたまびっくりした。かわいいよね、かわいい、マジ。なんかね、一時期本当にハマってて、なんか全部のグッズリラックマの時あった。トミオさんもリラックマとクリラックマありがとうございます。マーさんもリラックマありがとうございます。のぞみさんハートありがとうございます。わー、かわいい。ニコラスさん、なんか風船に吊るされるとか言ってダメよ。風船とリラックマありがとうございます。めっちゃかわいい。フランさんもリラックマたちありがとうございます。卒子 VR スクエアで見るのかな。VR で見るんですか、ありがとうございます。VR 派なんだ。あの100年先でもの一番最後のところが、うちらはなんかこうやってうにょうにょしてるんですけど、あのくるみとねねさんがめっちゃすごいかっこいい、なんかこうパパパパパってやってるやつ、 VR だと一番よく見えると思うので、そこ見てください皆さん。 VR で見る方なーい。え、なにかわいい、ゴリラックマのプレゼントみたいなやつありがとうございます。かわいすぎ。そうで、私今日は例のごとく告知をしてないので、なんかちょっとお歌でも歌って終わりにしようかなと思います。カラオケに本当に行きたくて、ひじりをね誘いたいんですけど、忙しくなっちゃうので、ひじりがそろそろ。杉太郎さん、いちごとゴリラックもありがとうございます。そうなんですよ、私なんかコンサートシーズンに自分が暇っていうのが一番怖くて、え、卒業実感した瞬間かもしれない、ぶっちゃけ。え、なんか私このコンサート出らんのやと思ったら、もうえって感じです、びっくりマジで。だからさあ、ぶちって言います。だから一人で行くのもなと思って、とりあえずあかりさんと遊びましょうって言っといた。俺春休みで暇だから誘ってた。って、え、ちょっととりあえず天神集合でいいですかね。一旦ね、一旦、それかまあ戸人町でよろしく。白熊さん、コンペントありがとうございます。横浜行こうよ、だってバリ、あーコンサートね、びっくりした、バリ遠出するやんと思っちゃった、びっくりした。やばい、みんながすごいさ、おすすめしてくれる、いろんなとこ誘ってくれる、ありがとうみんな。あ、ニコラスさん、フランさん、リラックもありがとうございます。みんなありがとう、友達いっぱいいたわ私、よかったよかったマジで。友達いないかなと思ってたけど、友達いました、よかったです。君はもっとあるかな、君はうん、ないで、もちろん、ありがとうございます。何がいいかな、エビーさんにしようじゃ。僕は何百回くらい見てきた。
だろう。そうだ、今年こそちゃんと言おう。ずっと隠していた心の落ち着きだっていうこと。小さな海へ行く背中の眠り捨てられるように、君と波打ちには走りたい。スニーカーなんかじゃすぐに脱げないだろう。恋はもう本当の的なものさ。小さな服をしたいかっこつけた手に合わないから、私の方が自分らしいし、友達としてのその足跡から恋人の足跡つなげよう。冷えてるラムネ息のきしてむせて、僕たちは何千回以上笑い合ったわけ。きっと最後だね、こんなチャンス。この夏を逃したら本当に好きだって言えない。大人になったら間に合わなくなる、今しかできないこと今やろう。ああ、明日来るとビーチ下がる、同じものを買ってしまうよ。どこかになくしてしまうのはなぜ、僕の七不思議が。小さな海へ行こう、砂浜で脱ぎ捨てられるように、君と波打ち際走りたい。スニーカーなんかじゃすぐに脱げないだろう。恋はもっと想像的なものさ。小さな靴を使いかっこつけた手に合わないから、私の方が自分らしいし、友達としてのその足跡から僕たちのピンタン、ただの身がつくかい放ってゆく。ペンライトありがとうございます。高平さん音符ありがとうございます。フランさんミラーボールもありがとうございます。ニコラスさんイチゴありがとうございます。フランさんミラーボールありがとうございます。ニコラスさんもペンライトありがとうございます。チェーンさんリラックモとかコリラックモたちありがとうございます。トシさんもリラックモたちありがとうございます。コウメイさんもリラックモたちありがとうございます。カズペンさんもキイロトリありがとうございます。みんなは誰が好きですか？私は結構黄色い鳥がすごい好きだったんですよね。なんか可愛くないですかね、めっちゃ色味が可愛い。まずもって、うんうん、わかるよわかるよとみんな思ってると思うんですけど、黄色い鳥がね、なんかめっちゃ好きだった記憶、私ありますよね。なんかあ、そっちなんやみたいな。間違えちゃったんだから、全くもう。そうなんです。あ、違うな、これじゃなくてこっちにして、何がいいかな。歌えるかな。でも私は今一番これを聞きたいんです。なんかさ、あれがないの、公演の曲が全然なくて、ここ点の曲とかマジでないんですよ。それがね本当に悲しくて、私はここ点の曲だったらね、あの少し苦い人生相談がマジで好きです。全部好きなんですけどね。あ、間違えた。
それが良かった。ゴリラクマじゃなくて黄色鳥ありがとうございます。パンチョリナさんも黄色鳥ありがとうございます。フランさんミラーボールありがとうございます。ニコラさん風船のリラックマたちありがとうございます。ニコラさん音符ありがとうございます。佐藤さんリラックマたちありがとうございます。高秀さんも音符ありがとうございます。あ、間違えたミスミス。何がいいかな。あ、なんだっけあれ。え、なんだっけ、オレンジのさ最後の曲ってなんだったっけ。快速と動体視力じゃなくて方程速度というやつかな。それにします。赤さたなはたななはほほ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 
あ、ないわ。え、防空もやな。あったあったあった。マジこの曲めっちゃ好きやったから嬉しい。前を見れば長い列、何キロ続くのか、永遠に一本道、大渋滞渋滞渋滞、ちょっと出会って恋をしてドライブしただけなのに、横入り割り込みだとだいぶいい、どんなに嫉妬されたって関係ないじゃない、あちこち聞こえるクラクション泣いな口の遠吠えでしょ、そもそも恋とはサバイバル、さあ続くしたらそれまで余計オーバー、そして続の特急へ咲く、緑もウォウォウォスピードが下がってゆくりと、あのゲイゲイゲイ、緑もウォウ、さこちさこちさこちこちにて、ゲイゲイゲイ、緑もウォウォウォ、キスしてキスしてキスしてこっそり、ゲイゲイゲイ、緑もウォウォウォ、もっとゲイゲイゲイ、緑もウォ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 。それがさ、フルだったっていうのが一番なんかオレンジだなって感じじゃないですか。夢はいつも奪い合い、誰もが手を伸ばす、ゴールまで全速力大レースレースレース、このまま行ったらぶち切り、アスレットで逃げ嫌い、見たことないダークホース大必修必修必修、良くない歌をされたって炎上上等よ、たまたま聞いただけ、悔しがってる声が心地いい、そもそも恋とは自然と、どこをたぼれるもの余裕に、お手底を走っている、ゲイゲイゲイからのゴーゴー、布の目にしても先に咲く、ゲイゲイゲイからのゴーゴーゴー、明日が明日が明日が進むだけ、ゲイゲイゲイからのゴーゴーゴー、笑って笑って笑って、なんかやった。ちょっと無理。疲れてしまいました。これにしよう。それじゃ無理だ。こんな気持ち二度とないでしょう、月はゴール知らずに走る、ありがとう、もう会わないと今もまた思ってる、ちょうど初の電車、強い雨の日だけ乗ってくる、こっち見てはにかんだ顔、3年
れた赤いワンピースは次の予定を待っているの。今日だって雨は降ってるのに二両目君はいないね。ねえ、望んでた街で、ね、どんな月を見て、ねえ、誰を思ってる。不幸になってほしいなんて思ってないよ。だから幸せにはならないで。好きにさせて急にいなくなる。締め切りはキスを待ってる。気づかずに目を閉じたままで。こんな気持ち二度とないでしょう。今頃知らずに走る。ありがとう、もう会わない人、今もまだ思ってる。難しい映画やコーヒー全部君が教えてくれたね。好きなものを話す時のまっすぐな眼差しを思い出す。枯れ葉は踏まれ音を立てなくなる。生きたかけらさえ残さないね。神様どうか伝えてください。君は綺麗だったと。もう無理なんてことは分かっているのに、でも考えてしまう。私が声をかけて泣いていたら君は振り向いてくれたのかな。もう一度抱きしめて。涙が透明な理由は雨に紛れられるからだって。だから強く振って。柔らかい笑顔を腹に細く手を伸ばす指先に開けられた切ない魔法を解けないまま Just you。 秋の風に目がくるんでそっとまぶたに澄んだ時思い出よ記憶から消えてくれませんか。ハウェッパー気にさせて急にいなくなる。白雪姫はキスを待ってる。聞かずに目を閉じたままで。あなたの嫌いな色をまとい二人で見た雪をまとう。もうありがとう、もう会えない人、今もまた思っていて。わー終わる。ランキングじゃなくてギフト読む。高秀さん、おっぱありがとうございます。フランさん、ペンライトありがとうございます。ニコラスさんもペンライトありがとうございます。かわいいもありがとうございます。フランさん、ミラーボールありがとうございます。ニコラスさんもペンライトありがとうございます。坂井出さん、音符ありがとうございます。ここまでかな。ありがとうございます。皆さんランキング読みます。13位、高秀さん、ありがとうございます。12位、うどっぴさん、ありがとうございます。11位、とみょさん、ありがとうございます。10位、佐藤さん、ありがとうございます。9位はのぞみさん、ありがとうございます。8位が、エウリカさん、ありがとうございます。7位がシロクマさん、ありがとうございます。6位ニシプーさん、ありがとうございます。5位がチェさん、ありがとうございます。4位がユカリンさん、ありがとうございます。3位がトシさん、ありがとうございます。2位がフランさん、ありがとうございます。1位がニコラスさん、ありがとうございました。イエーイですね。あ、そう、残り1ヶ月なんですけど、3月はできるだけたくさん配信頑張ろうと思ってるので、皆さんたくさん見に来てください。通知取ってね、ぜひ。それでは皆さん、2月もお疲れ様でした。3月も頑張ってください。ファイト。3月私の誕生日があるからね、みんな楽しみに生きていくんだぞ。分かったな。
私の残り1ヶ月の19歳の私を、ラストティーンの私を見逃すな。よろしくお願いします。それでは皆さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。グッバイ。私も寝るよん。じゃあね、ありがとう。みんな誕生日さ、なんか私、あのもう HKT じゃないけど、あのお祝いしてね、よろしく。悲しいから、誰からもお祝いされなかったら。頼みましたよ。じゃあね、バイバイ。ありがとう。